先生のためのテレビロイロ TV のお知らせです。無料でロイロ認定ティーチャーの事例を視聴していただけます。アーカイブ動画も公開します。認定ティーチャー限定で開催していた過去回の動画も全公開しています。実際の放送の様子をちょっとだけご紹介します。新聞で家庭科のことと体育のことを入れました。いろいろは直感的に操作できるので共存ができる。自己分析として自分の強みとか弱み。シンキングツールは使わせるだけだともったいない。発問して学びを深めよう。興味関心が膨らんでいって、まあ、学習を進めていくことができます。共有ノートで進み具合参照を人のノートも参照にできるし、黒板で書いたものを入れたりとか。問題解決のステップ3ステップで説明していきたいと思います。大事なのはなぜ反転授業に取り組みたいんですかっていう。このようにロイロ ICT を活用した様々な事例をご紹介します。詳細は二次元コードか概要欄の URL をご参照ください。